モンゴル014日本カタールワールドカップ、ジア2次予選、カタールワールドカップアジ2次予選、モンゴル代表対日本代表が30日に行われた。日本が14-0の勝利を収めた。FW、大迫勇也が1年半、リノゴル、代表では、初のハットトリックを成した。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、指摘、ゴールラッシュとなった一戦。大迫は23分、日本の2点目を決める。韓国戦でにアシストの活をした大迫は、これが代表では、約1年半ぶりのルとなった。さらに55分にもゴールを決め、大はこの日2点目。そして後半 AT にもゴールを決め、トトリックを達成。大迫はこれで代表初のトトリックとなった。試合後のインタビューに答えた大迫は、チーム力の差はかなりあったので、しっかりと前で決め切ることができて、勝ったですとコメント。力の差があった中で、しっかりと結果を残した。さらに大迫はハットリックについて、しっかりと点を取ることだを考えていたんで、いつもより中盤に降りる数も少なかったですし、今日は前に残れたの、結果がついてきたのかなと思いますと話し、大迫は代表2連戦で3得点にアシスト。さすがは日のエースという圧巻のパフォーマンスだ。所属するブレーメンでは今季ここまでノール。これからブレーメンに戻ることになる。代表戦での結果をドイツでの復調のきっかけにしてほしい。両。